7月20日金曜日、今ね朝、9時半頃です。で、昨日もちょっとね撮影した時にも話したんですけど、このねJIL520 のメインバッテリーがねちょっともうかなり弱ってきてるんで、岡モーターさんねこれから交換しに行ってきます。このバッテリーね多分確かね購入した時から、交換してないと思うので、もうかなりね、長持ちしてます。もういい加減寿命ですね。じゃあ今からね岡本さん行ってきます。はい、じゃあ岡本さんね到着しました。いやもうね車内すごいエアコン効いてて涼しかったんですけど、外はめちゃくちゃ暑そうですね。まあ、とりあえず降ります。ああ暑い。今日は岡モーターさんでJIL520のメインバッテリーね交換してもらいます。今これね展示車両すべてエンジンがかかってます。これね、この間見た新型のジムニーです。上は12ですけど、下押さえとかないかんす、なんかで。せっかくね岡本さん来てるんで、まあ、いつものようにちょっとだけね車両紹介。これねうちと同じまあジルシリーズなんですけど、ちょっとねレイアウトの違う、ジルっていうタイプになります。じゃあ中入ってみます。あ意外とあエアコン涼しい。これねこういったコの字型のダイネットですね。で、あとバンクベッドでね、ここにエアコンがあります。でエントランスがね、これ左のね後ろからこう出入りするようになって、で入ってすぐね後ろ向きにねこれキッチンがあります。ガスは2口で、あとねここはシンク、こんな感じでね、ここにこれがね冷蔵庫と、あとねここクローゼット、ちょっと収納スペースですね。で下も収納ですね、はい、冷蔵庫ね。でちゃんとね製氷機付き。とクローゼットね、でクローゼットスペース。でここが、トイレとシャワースペースですね。でこれシャワー、このねこの字型のダイネットはねかなりこうスペース広く取られているので、本当ね夫婦2人で、使うにはね本当最適なサイズだと思います。まあ、ベッドスペースがね、まあ、どうしてもこの固定はねこのバングベッドと、あとここのダイネットスペースをね全部こうベッド展開しなきゃダメなので、ちょっとね寝るときにいちいちこうベッドメイキするのが少し面倒くさいかなっていうところですかね。まあ、子供さんいても多分ね十分対応できると思うんですけど、まあ、子供さんやっぱりいるねご家庭はリアの常設2段ベッドがあるタイプがね使いやすいと思います。でもねこれでも全然大丈夫だと思います。まあ、うちもね子供たちが本当ねついてこなくなったらねこのレイアウトすごくいいなとこうつくづくねちょっと思いました。
これだったらね、犬も一緒に行けるかな。まあ、外装でね、少し細かいところを言うと、この左サイドのね、この中央部分にこういったね、引き出し式の収納があります。これね、グラブタちゃんとね、こうダンパー付き、これね、結構入りますよ。あとこのね、実はこの後ろのリアのこの部分も収納ですね。引き出し式の収納、これもね、結構物入ります。ちなみに今これね、2台並んでるのは、こっちがねジルで、こっちがジル520です。これね、ジルのノーブルって言うんですけど、岡山のお友達がお買い上げいたしました。納車はもうすぐなのかな。ちょっとね、外暑いんで中入って何か冷たいものを食べます。カルピスソーダ、じゃあカルビソーダいただきます。うん、うまい。同い年で、もうみんなその病の話ばっかりな。僕って今尿管結石で、やばいじゃないですか。そう、今この辺におるけんね。まあちょうどその健康の話題に、ね、をするこう世代になってきたんですよ。そう、もうそういう年、そういう年。ありがとうございます。はい、はい、また。はい、じゃあ帰ります。メインバッテリーの交換完了したので帰ります。じゃあ今日はね、この後ちょっと仕事するので、この辺りで終わりたいと思います。ぜひまたね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。